キャンディーから生まれた楽しいお友達、それがズーブルズ。でかすぎ？もしもし、何かの卵じゃありませんか？やっぱりただの石だもん。ああ、いいこと思いついた。こういうのはどう？ほら、パーキー。ああ、どうしましょう。なかなか楽しいじゃん。何してるで、リール。いや、ソーダ味のリールじゃん。リールも一緒にどう？とんでもない、リール。その石には絶対触ったらいけないので、リールよ。楽しいよ、ほら。うわ、石に触ってしまったで、リール。どうしてくれる、リール。何よ、石に触ると何かあるのですか？大ありで、リール。その石に触ると呪われるで、リール。その石は何千年も前からここにある呪いの石で、リール。呪いにかかった者は3時間以内に必ずお化けに遭うで、リール。どうしましょう、呪われてしまいましたわ。でも呪いを解く方法が一つだけあるで、リール。どうすればいいの？この話を3時間以内に10人のズーブルズに話すで、リール。ただし、この話を聞いたズーブルズは同じように呪いにかかってしまうので、また他の10人に話さないといけないで、リール。それじゃあどんどんこの話は広がるのですね。10人か、なんとかなるんじゃないの？でも10人というのはこの話を聞いたことがないズーブルズでないといけないで、リール。そうなの？僕、お化けに会うの嫌だもん。大丈夫だよ、パンキー。10人なんてすぐだよ。占いによるとチェビーは目標を達成できないで、リール。僕はどうなの？占いなんてしてないで、さっさと話しに行くのでございますわ。ふん、そうだよ、レッツゴー。僕もこうしちゃ売れないで、リール。チェビー、どうしたんだい？あのさ、町の外れに得体の知れない祠があって、そこの石に触ると呪いにかかるんだろ？え、知ってんの？さっきコロンに聞いた。俺たちもあと4人に話さねえとな。恐ろしい話だぜ。あ、ポム。
街の外れに習いの石のこと間に合ってます。あちくしょう、チェビーさん、コロン、チェビーさん、十人に話したでございますか。まだ私はもう終わりましたわ。え、いつの間に。チェビーさんも頑張ってくださいね。はい、ミルク、ファイト。呪いの石だって。こわ。この話を聞いたら3時間以内に他のズーブルズ10人に同じ話をしないと呪われるらしいよ。10人のってことはうちらもどうしよう。じゃあ話したからね、お二人さん、バイバイ。はい。街の外れに得体の知れない祠があって、そこの石に触ると呪われるんだよ。ごめんごめん、怖かった。この話を3時間以内に他の10人に話さないと君も呪われちゃうんだよ。と言ってもわかんないか。どうしたんだいチェビー。あ、クリームソーダ味の M。 何の話をしたんだい。M が10人目だね。町の外れに祠があって、そこの石に触ると呪われるんだ。この話を聞いた者は3時間以内に他のズーブルズ10人に同じ話をしないと呪われるってさ。おしまい。はあ、やっと10人に話せた。これでお化けに会わずに済むよ。バカバカしい、呪いなんてあるわけないさ。君はその話を信じて10人に話をしたのかい。うん、それはご苦労様。でも君からその話を聞いたお友達はどんな気持ちがしただろうね。君は呪いが解けてよかったかもしれないが。よしよし。みんなに悪いことしちゃったな。どうしたの？その枕は？一緒に寝るもん。は？お化け怖いもん。パンキー、まだ10人に話してないの？そんなの話をするのも怖いもん。それじゃあ一人も話してないもん。本当に？もうすぐ3時間経つよ。お化けがやってくるもん。あー、やだ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 。あー、困った。クマンパ？どうしたのクマンパ。町の外れの祠を誰かが壊したぞなまし。あれを早く元に戻して大切に祀っておくれ。さもなくばクマンパ力がなくなってただのおっさんになってしまうぞなマジ。ああ恐ろしい呪いぞなマジ。それが呪い？うちら関係ないじゃん。やれやれ、いい加減な噂に振り回されたってわけか。お願い、早くパワーストーンを元に戻して、祠をきれいにして、わしを元の神様にして、お願いしますじゃん。クマンパが神様じゃなくなったらうちら的にも困るかな。でしょでしょだな。あんまり頼りにならない神様だけど。そんな、まあまあ困った時はお互い様ということだね。そうそう、言って言って。わかったよクマンパ。パキ行くよ。コロンも誘っていこう。レッツゴー。頼んだよ。これで治ったね。
あとはこの石を入れて。これでよしと。クマンパさん、これでまた神様として復活ですわね。